青が入るとね、すっごく映えるんですよ。うわ、香りがやばい。どうも、我々サンティウチです。ということでですね、今回はですね、ちょっと一杯ぐらい入ってるんですけども、今回はね、しこ汁でございます。この冬に食べたいしこシリーズ、リュウジランキング第1位、しこのカレーうどん。僕の作るカレーうどんの中で一番美味しいんですけど、めちゃめちゃ簡単です。でこれはですね、ルーを使ったカレーうどんです。まあ、カレールーっていうのはね、もうすごく いろんなスパイスと油分とかが全部配合されてるんで、まあこれを使うと間違いなく美味しいんですけども、ここに少し手をかけて本当に美味しいカレーうどん。本当はね、カレーを作ってそれからカレーうどんを作ったりとかっていう風にするんですけども、今回いりません。本当に美味しいカレーうどんっていうのを皆さんにお教えしたいと思いますので、今回しこのカレーうどん作っていってきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。まずですね、まあ、うどんですね。で僕冷凍うどんのコシがすごい好きなんで、今回冷凍うどんやるんですけども、まあお好みで普通のゆでうどんでもいいです。あの乾麺ゆでたもんでもいいですしを使います。でカレーなんですけども、今回ルーを使うんですけども、僕の推しがジャワカレーなんで、これジャワカレー使ってください。まあ、バーモントとかでも美味しいと思うんですけども、思考から僕の思ってる思考から外れます。はい。で、あと白だし、これヤマギの白だし、僕いつも使ってるやつですね。となければ他の白だしでもいいんですけども、 100ml あたり 10g ぐらいの食塩量なんで、それと同じぐらいの濃さのものを使ってください。じゃないと濃くなります。具材なんですけども、今回豚バラ、煮込んでもすごく柔らかくなるんで豚バラを使います。これが 80g ぐらいで、あとお野菜で玉ねぎ、カレーうどんって長ネギ使うんですよね。なんですけども、今回ねちょっと量よりのここつけたいので玉ねぎを使います。あと小松菜、カレーうどんってこれだけで作ると食感が全くなくなるんで、この食感を加えたいがためにこの小松菜を使います。これね、大体ね 40g から 50g ぐらい。はい。あと調味料でバターとニンニク、これ半かけ分ですね、おろしニンニク使います。あとね、お砂糖、ここにないけどお砂糖やります。まあ、そんぐらい。じゃあですね、やっていきたいと思います。まあ、今回ね、試行シリーズということで、まあ、すみません、僕もう片手にもうハイボールがあるので、もう飲んでやりたいと思います。これなんで飲むかっていうと、やっぱりね、なんすか。最近飲むね、言い訳がね、全然出てこないよね。あまりにもネタやり尽くしたんでね。はい。大体僕、料理のことか、このお酒を飲む言い訳を考えることにしか、脳のリソースを使ってないので。それぐらい考えてるんですけども、とりあえず飲んでいきます。はい。カレーうどんって異常に体がポカポカしてくるんで、スパイスも入ってますから、はい、今のうちに、ね、クールダウンしていきたいと思います。飲みながらやっていきたいと思います。じゃあまずね、野菜を切っていきます。ニンニクはね、これ、まあ、皮むいて半辺分取ってあるんでいいので、玉ねぎはね、この、芯の部分ちょっと、やってこうね、スライスにしていきます。僕の場合はあくまでね、これソースに入れ込むので、こう薄切りになります。これね、こんな感じで薄切りにしちゃってください。はい。で、この小松菜、小松菜なんですけども、これね、小松菜ね、これ洗ってありますからね、あのこの芯の部分に土噛んでたりすると思うんで、よく洗ってください。まとめて、まあ、だいたいね、こう 3,4 センチぐらいの箸でつまみやすい長さに切ってあげますね。カレーうどんってお箸で食べます。はい。お野菜はね、こんなもん。今回のしこ汁、お野菜もね、パリッと取れますからね。で、これは、バットに移しておきましょうか。はい。で、これね、お肉。カレーうどんですから、まあ、大体こんな感じで、豚バラだと5等分ぐらいにしていただければいいかなっていうふうに思います。切るのはもう終わりです。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、油、小さじ1杯。本当に少量でいいです。はい。小さじ1、入れます。で、火にかけます。で、ここでですね、玉ねぎ。最初に玉ねぎを炒めて、この香ばしさをね、ちょっと出してください。軽い焦げ目がつくまでね、炒めていきます。あと、このうちにこれ、レンチンしておきます。だいたいね、3分40秒ぐらいだったかな。はい。で、レンチンしておきます。今玉ねぎが、こうしなっとね、傘がね、半分以上に減るんですよ、こうやって。まあ、ちょっと焦げもあるので、これぐらいで平気なんで。そしたら、豚バラここに入れていきます。ちょっとね、ほぐしながらね。で、ここに塩コショウ、ささささささ。で、あの豚バラね、軽くでいいです。軽く炒めましょう。まあ、豚バラね、そのまま煮込んでも美味しいので、あんまり火を通しすぎないようにしてください。そうするとね、豚バラね、パリッと焼けちゃうと硬くなっちゃうからね。そしたらね、ここでもうお水を入れていきます。 170cc のお水を入れていきます。はい。で、カレールーです。このね、カレールーで作るカレーうどんは本当に美味しい。
で、あとここで白だしです。お出汁を入れていきます。で、バターです。バターを入れてちょっとねコクと洋風の風味を、出す。このねバターっていうのが、ね、このカレールーに合うんですよ。で、お水入れたらねこれ弱火でいいですからね皆さんね。そしたら、お砂糖小さじ半分、ちょっと甘みをつけると美味しくなる。で、おろしニンニク、これ僕がいつもテレビとか YouTube とか使うから、このマイクロプレインが売り切れてるらしい。それぐらいには売れてるらしい。この順で入れていくともうねふすふす湧いてくるんですよ。そしたら最後にこの小松菜入れる。小松菜ちょっとねシャキッとした感覚も残したいので、ね、最後に入れていきます。で、小松菜入れたらねちょっとねちょっと煮ますよ。あーいいですね。あ、これバターの香りとニンニクの香り、香る香る。で、今ふつふつ湧いてるじゃないですか。で、ここでチンした、あの、まあ、チンじゃなければ茹でたうどんとかでいいですからね。はい、これ入れちゃう。で、一緒に軽く煮込む。で、さっと混ぜて軽く煮たらもう完成。はい、じゃあね、盛り付けていきます。まずね、このうどんの方、うどんをまず全部持って、で、具材は後から、さあ後からこういう感じで。うわ、香りがやばい。やっぱね、あの見た目はね、やっぱカレーうどんなんでちょっと地味なんでね、ちょっとこのシミ、あー、これ完璧ですね。それではこちらでですね、至高のカレーうどん完成でございます。はい、ではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。うま、あ、ちょっと酒がない。アルチューマシン召喚。いやこれハイボール、このうどんハイボール合うぞ。あ、じゃあいただきます。ちょっと待って、もう一口だ。めちゃめちゃうまい。やっぱね、俺カレーうどんはほんとこれだわ。でね、やっぱり小松菜、小松菜のこのシャキシャキ感がカレーうどんに一つアクセントをもたらしてくれますね。ということで、この美味しさをみんなに届けたい。スタートチャンス。手札から特殊召喚タックン。あの、レベル2ぐらいです。レベル2モンスターですね。じゃあちょっと取るかな、これね。乾杯。いきます。乾杯。昼から飲んでますね。ああ、いい仕事。出していただきます。はい、召し上がってください。いい感じです。いただきます。うん、めっちゃうまい。うまいでしょこれ。めっちゃうまい、うん、あ、ちょっと今日いい反応ですね。おお、ね、いや本当にカレーうどん大好きなんで、しかもなんか思ったんですけど、うん、結構この汁、うん、シャバシャバだと、うん、飛ぶじゃないですか。あ、飛ぶ。これちょっと飛ばないですか。飛ばない、うん、これは白い服でも、白い服でも食えるカレーです。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ飲んでください。はい、カレー、あれ、これ持ってて。あ、お疲れ様です。でもね、これ本当にめちゃめちゃうまいカレーうどんです。あえてスープを重くして太いうどんにカレーを絡ませるっていう手法を取ってるんで、これね一度食べてみてください。あのね、すっごくやみつきになる味だと思います。こちらの至高のカレーうどん、超自信作です。ぜひ皆さん試してみてください。あれはすごい俺いい食いだと思う。あ、でも多分今までの中ではちょっと一番頑張ってる。いや、いい。多分ちょっとレベルが3レベルモンスターぐらい。あ、わかりました。